はい、和正です。今回の動画は5月のメダカ飼育についてお話をしていきたいと思います。いや、ついにね、5月になりましたね。5月になると水温もね、安定してきて、産卵がね、もうほとんどの容器で始まってくるんじゃないかと、言われるぐらいね、暖かい日が続きます。5月の前半は最低気温が17度ぐらい、最高が25度を超える日が出てくるくらいの、気温となっております。もうね、今の時点でね、産卵がね、始まっていると、言われる方がね、多いんじゃないかなと思います。我が家はね、実はそんなにまだ始まってないですね。まあ、一部ね、もう、卵を取って孵化してるっていう容器もあるんですけども、まだまだね、本調子ではないなと、いった感じですね。今週の卵は、まあ、ほぼゼロ。一部産んでたんですけど、まあ、無精卵とかも混ざってたので、まだ採卵しなくていいかなと、いうところで採卵はしてないです。で、5月になるとね、メダカたち本当産卵が始まって、一番ね、活発に、卵を産むんじゃないかなと、思います。6月になれば梅雨が始まって、急にね、産まなくなったりとか、いうこともありますし、7月8月になればもうね、猛暑で、逆にね、産まなくなると、いうことがありますので、やはりね、5月が一番メダカにとっては産卵しやすいのかなと思います。まあ、もちろんね、それは個体差でもあるんですけども、20度ぐらい、水温がね、20度ぐらいで産みやすい個体もいれば、30度で産みやすい個体もいるので、まあ、一概にね、全て5月になったからといって生まれると、産卵すると、いうわけではないですね。まあ、これからね、最高気温が25度を超えてくる、最低が17度になるということなので、本当ね、産卵が始まるので、その準備ですよね。まあ、産卵をね、促すための準備としては、やはり水質悪化をね、防いでいく必要もあるかなと思います。水質が悪ければ産卵がね、止まったりするということもありますし、最悪ね、個体が落ちてしまうということもあります。特に25度を超えてくるので、まあ、人間の食べ物もそうですよね、腐りやすいと、水もね、悪くなりやすいと、いう時期になりますので、餌をやる分しっかりとね、水替えをするという必要があるかなと思います。そして後半になってくるとね、最高気温が30度を超えてくると、思います。30度近くになったりとか、30度を超える日もね、出てくるかなと思いますので、やはりね、気をつけたいのは水質悪化ですね。水質悪化の原因はね、やはり餌のやりすぎとかね、言われるんですけども、まあ、餌を食べればね、糞をして、糞からね、アンモニアになると、いうこともありますので、まあ、メダカはね、1日何回も餌を与えると、言われる方がほとんどなんですけども、まあ、実はね、1回しっかり与えれば、まあ、1日1回でも全然大丈夫なんですよね。うちは今の時期もそうですけど、1日1回しか与えてません。冬の時にほっそりしてたこことかもね、だいぶ体型がしっかりとしてきましたね。なので、1日何回もね、餌を与えればいいというわけではないです。ので、餌のやりすぎはね、水質悪化につながりやすいので、まあ、食べ残しにしても糞にしてもそうですね。なので、餌のやりすぎは過剰にね、与えるのは良くないと、思います。小分けにしてというか、少量をね、何回も分けて与えるっていうのもね、よくメダカ飼育で言われているんですけども、まあ、それの必要もないかなと、まあ、1日何回も与えるぐらい時間にね、
余裕があると言われる方の方がね少ないかなと思います。まあ、メダカ屋さんとかであればね1日何回も与えるのかもしれませんけど、まあ、普段はね仕事をしている方がねほとんどだと思いますので、まあ、1日与えれても朝そして晩というか夕方ぐらいなのかなと思います。うちはね帰ってくるときはもう暗いので、まあ、ちょっとねうっすら暗いかなっていう朝に一度与えているくらいですけど、やはりねメダカの体型はしっかりしていますので、ガシっぽい、ほっそりとしたね、子っていうのはまだね今シーズン出てきていませんので、まあ、今のところね飼育自体はうまくいっているのかなと、思います。いやー、ヒレナガ綺麗ですね。5月はやはり今採卵に向けてではないですけども、水質悪化気をつけたいですね。4月は、まあ、15度、最低気温がね15度以内とか最低10度とかだったと思うので、水質悪化につながりにくいという気温なんですけども、やはり5月はね水質悪化につながりやすい気温と、なっていますので、まあ、繁殖させるためにはねしっかりと餌を食べてもらうということも大切なんですけども、まあ、その反面ね水質の悪化には、気をつけたいと、いった感じですね。まあ、5月は本当に、採卵できるかどうかで、メダカシーズンの、メダカの数がね決まってくるかなと思いますので、うちも5月にしっかりと、メダカたちがね卵を産んでくれるように準備をしたいなと思います。まあ、テトラさんのね繁殖のあの黄色いね液体ですよね、ああいうのも使いながら、まあ、なんとかね、採卵を、したいなと、思っております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は5月のメダカ飼育についてお話をさせていただきました。いや5月はね本当に楽しみなシーズンなので、いやメダカ巣がねできる日が多くなればいいなと、思います。はい、今回の動画が少しでもねいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録そしてねグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。